あ、これちょっとやばい、マッシュルームパワーうぃどうも、チャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで、今回はですね、全然見なくなったスペシャルを使おうと、絶滅危惧種スペシャルを使っていこうというね、動画回でございます。と、さあ、自分にナイスしていっぱい使っていきましょう。それはですね、もう皆さんご存知の通りやと思いますけれども、このハイパープレッサーですね、魔漢光プレッサー、魔漢光殺法プレッサー、ピッコロプレッサーですよ。これさ、めちゃくちゃ見なくなったくないですか？気のせい、僕が縄張りバトルしかやらんから見いひんだけ。まあ、その可能性も十分ありますけどね。僕の動画見てくれてる人もわかると思うんですけど、全然いなくなりましたよね、プレッサー。もう全然見ないですもん。え、どこ行ったんプレッサーっていうくらい悲しくなっちゃったんで、それを使っていこうということなんですよ。でもガチマチャっていっぱいおるんかな。ちょっと待って、マルチミサイルとかやばくない？もう息できへんもん。ビタミンやばすぎんだけど。ビタミン取りすぎてちょっとなんか病気になりそうや、僕。ということで、ちょっと魔漢光プレッサーで威嚇しましょうか。攻められてるんでね。スペシャルセーナップ 3.9。あ、決まりました。ありがとうございます。スペシャルセーナップを 3.9 積んできたんで、プレッサーの効果時間延長されてるんで、もう長いお付き合い、京都プレッサー銀行アタックができると思うんで、そこをしっかり狙っていきたい。っていうか、なんかむしろもうこの無印ダイナモもあんま見えひんくない。ダイナモ使うんやったらもうなんか違うダイナモみたいなとこありますもんね。よくわかりませんよ。よくわからんけども、プレッサーも見えひんし、ダイナモ無印も見えひんちゃうかっていうこともあるかもしれん。しれっと僕やられてますよね。ダイナモでスクイックインの前で棒立ちしたら、それはもう 119% やられるよ。なんで119から知らんで、ほんまにガチャガチャなってるもん。まあ、とりあえず僕ぬりぬりぬりぬさせてくださいよ。僕はデスせえへんように、いかにデスせえへんようにぬりぬりぬりぬをしてさ、マルチミサイル使ってさ、マルチビタミンだよって、上からマルチビタミンチャップだよって喜ぶかっていう、そこがポイントやからさ、そこだけやらせてくれたらもう僕文句言わんから。お願いします。ちょっとこの辺トラップでも1個でも仕掛けておきましょうか。リンク管理がおじいちゃんなら、うわ、爆発すんの早ない。爆発すんの早いよ。あ、でも、やばい人やん、それ。あ、でもこれ、役立つかもしれない、味方の人の。多分そこら辺におるね。あ、ほら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 、でこっち行ったでしょ。で、こっち行ったでしょ。で、こっち、いやー、ナイス。あ、惜しい。今めっちゃ惜しかったよ。めちゃくちゃボコボコに当たってたね、今。あ、飛んできてください。ナイスでございます。強いのよ、ここのプレッサー。もう効果時間も長いから、もう敵の人も発狂してると思う。え、長ないみたいな。あいつのプレッサー長ないって。つけまつげぐらい長いやんって。やばいやばい、つけまつげ。そのしょうもないこと言ったら、テストする、テストする。ほんまにテストするわ。これテストするやつや。これつけまつげや。つけまつげぐらい長いってなんなん、ほんまに。そんなん知らんやん。そのキャリーパムパムしか言えへんよ。めちゃくちゃ言いにくいしさ。つけまつけまつけまつけるって、つけすぎたら長いみたいな感じでしょ、ほんまに。よくわからんけどさ。ちょ、ぬりぬりぬりぬ頑張るわ。降りたらテストすんじゃん。クイックボムで足場奪われて僕テストするやつでしょ。もう未来見えてるもん。うわまさかの直残念無念、またチャップになりましたね。ほんでさ、めちゃくちゃノリノリノリヌされてるからさ、やばいやばいやばいやばなんですよ。最後なんかパワーって言って1キルぐらい取りたいですね。ここでパワーってできんじゃん。パワー無理やった。んーパワー中山きんに君にはなれませんでしたね。でさ、ダイナモのさ、この超インクをさ、圧倒的インク量使ったらさ、めっちゃぬりぬりぬりぬできて、スペシャル回りまくるかなと思ったけど、ちょっと待って、2回しか回ってなくない？それはシンプルになんてこった、バンナコッタ。はい、じゃあ2試合目もホッケ不当で、絶滅危惧種プレッサーことティラノサウルスプレッサーことカブトガニプレッサーの方打っていきましょうか。もうほんまにもう古代やから、もう原始人プレッサーとかでいいんちゃうか。そんな自分にないっすや。もう原始プレッサーとかめっちゃ強そうですやん。原始プレッサーってすごい強そうじゃん。何が強そうかはちょっと圧倒的語彙力のなさでよくわからんけど、まあ強そうな気がするんで、原始プレッサーのチャップとして名を馳せていきたいと思う。ちょっと右手が痒いよ。蚊に噛まれたかっていうから痒かったけど、ちょっとインクアーマーないですね、ございますね。だしっかりね、味方して任して任して。僕ここ今、しっかり丁寧にさ、まあ、丁寧ではないけど、ぬり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 してさ、こっから敵の人来たら怖いからさ、トラップとかもちゃんと仕掛けてさ、ほら、ちゃんと味方のために頑張ろうかみたいな、その意識出しつつ、意識出しつつ、頑張りつつ、頑張りつつ、あ、やばいやばい、これやばたりんや。スポンジボムで隠れて一回帰ろう。もう絶対デスするもん。ほんでナイス押してから、はい、任せてください。上にいますね。あの辺の上の人を下ろして下ろして降りたかな。あ、まだ上におるの。あ、これキル取れんじゃない。お、ちょっとな長いな。めっちゃ惜しい、超惜しい、すっごい長かったもん今。だいぶすごいですね。これがね、 3.9 プレッサーですよ。お、やばい、めちゃくちゃ体から柑橘系の匂いするわ。もうオレンジパワー全開だもん。これ射程でやられると、いや、射程の暴力がやばいんだよ。僕はダイナモでこうやって足場塗りをしっかりしましょう。
もうローラーは足場塗りできてなんかって取ってたらやられるんで、もう僕なんかもう絶対ですすんもインクはもありがとうほんま。でも なんとなく頑張ってこう。あ、ナイスナイス味方です。あ、いいよこれ援護できるわ。いいナイスパワーマッスルパワー決まりましたね。じゃあマッスルパワーからのマッスルミレニアムパワー、そこら辺におんねんな。これおるんちゃう。あ、当たってる当たってる当たってるよ。どこその適当イエー長いのよこのステージで。あの長さのプレスター打たれたら絶対嫌やもんなちょっと貢献できてるような気持ちになってちょっと嬉しいですねナイスナイス皆さんナイス、行こうゴリゴリ行こうぜ。ティラノサウルスの力見せていこう。別にプテラノドンでもトリケラトプスでも何でもええよ。チャプチャプチャプスとかでもええもんほんまに。チャプスサウルスでもいいやん。T レックスってチャプレックスの T ちゃん、あれもしかして。そうなんやろなんかもう無理やり感強いからさ、チャプレックスの力見せていきましょう。ほらティガレックスみたいなもんよ。ティガレックスからのチャプレックスからの結構射程長いレックスやな。ちょっと一回帰るわ。一回帰って任せてみかんの人、それはもう任せて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 。ここは確実に、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 ここは確実にでもマルチミサイル避けながらもあんだけあのフルで撃てるってやっぱすごいですね。これもうナイスしかないですよ。もうノーベル平和賞取れるんちゃうかっていうぐらい。全然平和ではないけど、あ、これちょっとやばい。マッスルパワーうい炭酸ボムと一緒に当たったみたいなさ、なんかバスボムをお風呂に入れたらさ、ありえへんぐらい爆発したみたいな。え、これ強炭酸のバスボムやったみたいな感じのデスしましたやん。チャージャーに射抜かれたことによって例えが意味わからへんそんな自分にナイス。さあ最後はもうぬりぬりぬりしましょうか。もうこんなんもう終わるもん。デスしていい試合のデスしていいやつやん最後やから。はいしょいしょーいかに寝るかみたいなね。いい感じで魔漢光ティラノサウルスプレッサー決まったと思ったけど、よっしゃナイス味方の人は。これラストのこの逆転劇みたいなとこあったと思うんですよ。いやほんまにまだまだこのスペシャル現役や。はい、じゃあラストはガンガゼ野外プレッサー音楽堂の方でですね、スペシャル性のアポ 3.9 積んだ古代兵器ことチャプレッサーをねいっぱい打っていきたいと思う。もうチャプレッサーっていう名前に改名するわこのスペシャル性のアポ 3.9 積んだらマカンコ殺法プレッサーからチャプレッサーになりますからね。弱なったねまだちょっと感じつかったさ、マカンコ殺法の方がちょっとかっこいいですもんね。ピッコロの必殺技ね、あれ何でも貫通しますから。チャプレッサーめっちゃ弱そうだもんまあでもね、皆さん見といてくださいよ。本当のチャプレッサーの恐れさというものね。あ、たまりましたね。じゃあ、あ、お、なんか知らんけど、あ、これはただの筋肉プレイ。めっちゃパワーパワーあ、パワー強いんだよな。あ、ほんで忘れてたけど、プレッサーってあれやな、壁とか貫通してたら、なんかだんだん威力を追っていってたね。あの壁を貫通するごとに。それ忘れてたわ。あ、なんかつけられたけど、まあ、筋肉の前ではそんな、こんなマーキングつけられようが、もう筋肉の前ではノーダメージですよ。筋肉がもう全てをもう封じてくれるから、もう筋肉イズ無敵、筋肉イズインフィニティ、筋肉イズチャップやん。はい、プロテイン足りてるみたいな感じでやっていきましょう。あ、ちょっと待って、これ、お、なんかおるで、なんかおるで、なんか、デュアルスイーパー、射程ちょっとやばい。あの人、回転が、あ、デュアルスイーパーじゃない、え、誰、え、な、デュアル、誰、誰、誰うわー、ちょっと待って待って、もうやばいやばい、ちょっと待って、あかんかんかん、プレッサーがメインやね。ちょっとマッスルに、ちょっとマッスルミュージアムになってきてんな。マッスルにちょっと僕毒されてきてるちょっとマッスル度が高くなってきたんで、ちょっと一回落ち着いてぬり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 して、よし、たまりましたね。さあこの辺で一回打ったらいいんじゃないのか。誰かおる、それにおったな。あ、おるおる。あ、ちょっと待って、こっちの人にちょっとやってあげたいな。この辺でちょっとピリ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 、はい、ピリ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 下手くそか確かね、なんか何ダメージ20か30ダメージを与えたらね、マップに敵の位置が分かるんで、プレッサー打ちながらこうマップ開きながら打ったらねいいみたいなテクニックがあるんですけれども、僕にはそれちょっとできないんでね、それ確かそんなテクニックがあったんですよ。ちょっと圧倒的練習不足でできないんで、ちょっとそこまたマスターヨーダしとかなあかんな。あのスターウォーズで言うところのなマスターヨーダでなくてもいいけどね、ほんまに。マスタードー完璧なマッスル縦振り決まりましたね。これなんですよ、ほんまに。これがマッスルなんですよ。マッスルに始まり、マッスルに終わるのが、このマッスルダイナモローラーなんですよ。でも、ほんまになんか全部マッスルに、1試合目、2試合目さ、ちゃんとプレッサーで頑張ったのにさ、3試合目のマッスルに、筋肉に全部持ってからそうなってる。ちょっと気をつけよう。ほんま、プレッサーの回やからさ、縦振りとかしっかりして、ぬり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 して、よし、帰るぞ、帰るぞ、帰るぞ、お、なんか、オラオラオラオンみたいに打ってるけど、後ろでなんか、オラオラオラーンってなってる。大丈夫すごい怖いですね。さあこの辺で高台に攻撃を当てつつ、そこにおるクラッシュブラスターの人にもこれをプラ、あ、マッスル、あ、マッスル、いいよ、ナイスアシストマッスル
ありがとうございます。ちょっといっぱいナイスをしておこう。ほら、めっちゃアシストできるの。これがマッスルの力なんですって。ほら、いい感じにね、ほんまに。マッスルは結構、か弱いかも。筋肉つけすぎたら、風邪ひきやすいみたいな。そんな感じ。どんな感じやねん。さあ、このリス地点、マッスルくるくるして、マッスルレボリューション決めたところで終わりにしましょう。いや、ほんまに、もうめちゃくちゃ話脱線してガチャガチャになったけど、僕が縄張りバトルやってるだけかもしれんけどさ、プレッサー全然見なくなったんでね、皆さん使ってあげてくださいっていう動画でした。勝てました。感謝に。ということで終わりにいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。